2024年の10月の25日、やっぱりたまに外に出るっていうのが大事ですね。最近ずっとスマホゲームにハマって家にいる期間が長かったので、ちょっと近くの NHK 大阪の前の広場のベンチのあたりで本読んだりしてたんですが、外に出ると人の姿が目に入ったりとか、まあ、あとその目で見るものがちょっと遠くのものを見たりするので、心身ともにリフレッシュされた感があって、あんまりいない気もしますけど、暇でずっと家にいるって方がいたら、たまには出てみるっていうのをおすすめしたいですね。広場みたいなところはその足元石になってるんですが、スケートボードの練習してる人が何人かいて、改めてその何を面白いと思うか、何をやりたいと思うかって全然人によって違うなっていう風に感じましたね。最近はまあオリンピックとかで注目されることも増えましたが、自分はスケートボードとかあの広場でやろうって発想が全然生まれないんですが、まあ逆にもしかしたらその人たちもベンチで坂口安吾読もうとかスマホゲームやろうっていうふうには思わないのかもしれないですし、改めて外に出るといろいろなものが目に入ってくるので、まあいい刺激になりますよね。坂口安吾の文章は戦前の文章も結構あるんですが、まあ今読んでも言っている意味が分かりやすくて、確かにそのいろいろなところで名前が出てくるだけあって、ちょっと読んでみてよかったですね。たまに極端な主張もあって、切れ味抜群なので、読んでいてエンタメ性も結構高かったですね。まあ例えば法隆寺とか日本の古い伝統的な寺とか建物が全部なくなったとしても、もし日本にとって宗教が大事なんだとしたら、それはまあお坊さんの方が大事なのであって建物じゃないとか、建物は必要なら別にコンクリートで建てたらいいんだとか、結構極端なんですけど、確かにロジカルに順番に突き詰めて考えていったらそうかもっていう風に思わせてくれる説得力があって、なかなか刺激的な本でした。ニュースとしてはタコの価格が高騰しており、マグロを超えたという報道がありました。タコの美味しさが広がって、今まで食べられてなかった地域で食べられることになって、乱獲が進んだとのことです。記事によるとタコの一大生産地の一つがアフリカらしいんですが、いや知らなかったですね。アフリカのタコを普段から食べてたんですかね。以上です。